上と思ってないんだろうなみたいな扱いというか喋り方というか、敬語、ほとんど敬語ですけど、たまに普通に入ったりとか、なんかマイペースなんで、自分が行くときに待ってたりとか、僕が待ってたりとか、僕が待ってもらえたときに行ったりとかそんなにするんで、いやもうそのどうするって聞いたらどうしますって聞いてくるからその会話が成り立たないんで、じゃあもう俺が決めるしかないかって、はい、じゃあ分かって決めとくって言って決めますいやでも少なくとも彼の方がマイペースだと思います。おそらく車石田くんってはどんな存在ですか？久しぶりに聞きました。なんでそう、そば、どんな存在ですか？久しぶりに聞きました。いやまあでも、今でも連絡取ってますし、すごい意識が高いので、やっぱ話聞いてても、自分のためになりますし、そんな特別ではないですけど、まあでも、全日本とかでよく話すので、うん、まあその普通の人とはやっぱ違いますけど、うん、まあ、バレーボールに関してはまあやっぱ一人の選手としてその共感する部分がたくさんあるので、もうすごいいろんな話しますし、まあすごい仲いいかって言っちゃえば、なるほど、はい、とても仲がいい。